C62 ニセコ号リバイバルトレインは過去に運行されていた列車の形態を現存する車両、施設を使用して極力再現した列車を指す。復活運転とも言う。キハ181系リバイバルやクモ485系リバイバル、ハトリバイバルトレインは特定の路線、列車の廃止や運転の節目、車両の引退などを記念するために運行されるケースが多い。 その性質上、臨時列車であっても多くは一往復のみの運転に、止まり、長期間にわたって運転されることは少ない。現に運行されている列車であっても、かつて使用していた車両を使用したものは、リバイバルトレインとみなされる。地方施設や、第三セクターなどでは、乗客誘致を狙って空発的、または、向上的にリバイバルトレインの運行や、リバイバル塗装が行われることもある。 例えば、SL 急行を多数運転している大井川本線は、路線そのものが昭和の情緒を再現したものと言える。また、存続の危機にあったい住鉄道では、公募社長の取りつかすけの下、積極的にリバイバルトレインの運行を行って、増収を図っている。列車の再現にあたっては、王子の車両が減損しないことや、ダイアグラム、費用や、 運転要因などの問題から必ずしも忠実には再現できないことも多い。実際にはモデルになる列車とゆかりがない線区、車両で運行されたケースとして2004年に JR 東日本が583系を使用して品川駅名古屋駅間で行ったツバメの復活運転がある。2009年には同じく JR 東日本が 両国駅立山駅間で青い海、両国駅安房鴨川駅間で白い砂を復活運転しているが、使用された車両は485系の改造車入、菜の花であり、こちらはツバメの例とは逆に運行のみを再現したことになる。これらの列車は臨時列車として設定され市販の時刻表に掲載を行うものと、団体専用列車扱いで設定され市販の 時刻表には掲載されないものがある。前社については、早い段階で指定席が売り切れる場合も多く、中には増結を実施した例もあるが、乗車券マニアによる買い占めのために指定席が完売になっても実際には空席が目立つことも多く、本来の旅客が利用できない上に、鉄道会社側は、運賃分の減収が生じる弊害もあることから、 近年では後者による設定がほとんどである。なお、通勤系車両によるリバイバルトレインの場合は、単なる自由席、予約不要の臨時列車として運転することがある。多くのリバイバルトレインは臨時列車として設定されるため、定期列車が多く設定されている区間では、それらの運行に影響を及ぼさない範囲で時刻、設定がなされる。このため、対比、長時間停車が多く発生し、 王子よりは所要時間がかなり順延する傾向がある。また、撮影する鉄道ファンによるトラブルを防ぐため、沿線の使用場所に警備員や鉄道運転業務関連の係員などを臨時に配置する場合も多い。リバイバルトレインの元祖は、日本国有鉄道が慢性的な赤字に苦しみ、様々な増収策を打ち出していた1970年代に遡る。 どれが元祖であるかという特定は困難であるが、一例としては1973年に小海線で実施された C56 型による SL 列車の復活運転が挙げられる。これは熱心なファンの活動が国鉄当局を動かし、稼働状態で残っていた C56 型による旅客列車を再現したものであった。小海線の C56 型は1972年まで稼働したが、 旅客列車は、早い時期に、起動車に置き換えられたため、消滅して10年以上が経過していた。特定の列車のリバイバルというよりは、C56 型が牽引する、旅客列車というイメージの再現であったが、後述するようなオリジナルの車両と異なるケースをも、リバイバルトレインと称する現状を考慮すれば、立派なリバイバルトレインであったということができる。 明確に特定の列車のリバイバルとして運行された最も早い例は1981年7月に東海道新幹線開業前の代表列車、つばめを東海道本線東京駅大阪駅間で栄光の特急つばめと称して復活運転したものだった。客車は王子のものが残存していなかったため十四系を用いたものの食堂車も営業し、さらに機関車には 定期運行時に実際使用していた e f 5 8型を用いた。この時には学習院大学の女子大生が運行当時乗務していた旅客係、ツバメガールに当時の制服そのままに噴して乗務した。翌1982年にはツバメの姉妹列車であるハトも運転した。その後、東海道、山陽本線を中心に平和、 渦潮などが1983年頃までに運転されたが、次第に目新しさがなくなったことや、国鉄分割民営化が具体的な日程に乗り、そうした列車を設定する余裕がなくなったこともあって、一旦姿を消した。1 8 3系リバイバル、時分割民営化直後の1987年4月、広島駅下関駅間にて、JR 西日本が、 塩路を運転したが、これが民営化後発のリバイバルトレインである。そして、横系廃止から間もない1997年11月に、東日本旅客鉄道が、上越新幹線開業15周年、JR 東日本発足10周年を記念して、懐かしの時や12月の懐かしの佐渡を復活運転した頃からブームが再燃した。 翌1998年4月には、東海旅客鉄道が、みの線開業70周年を記念して休行、富士川、みのぶ線115系を、同年7月には、東日本旅客鉄道が、高崎支社主体で、湯煙を、翌8月には、道見と支社主体で、常磐線開業100周年を記念して、思い出の日たちを、復活運転。いずれも好評に終わると、 1999年のゴールデンウィーク中には、天城が8月には北海道旅客鉄道により、天北が運転され、ブームの兆候はより顕著になっていく。2000年8月に至り、西日本旅客鉄道が、山陽新幹線博多開業25周年を記念して新大阪駅博多駅間で、鳩を運転すると、 以降は JR 東海を除く JR5 社がこれを熱心に行うようになった。2000年代前半までは特急系車両や急行系車両を使用することが多かったが近年は113系や115系、キハ40系などといった近郊系車両を用いたリバイバルトレインが運転されることも多い。京成3200系の運用離脱を記念して運転されたリバイバル、 海運号私鉄においては、国鉄、JR と比較して、相性を冠した優等列車が少なく、またそのような列車は、看板列車となることが多いために列車そのものが廃止となることが少ない。このような事情から、リバイバル運転は後日のリバイバル塗装を施した編成を用意し、この車両を用いた特別列車運行の形をとることが多い。この場合、 厳密には、車両のリバイバルであって、列車そのもののリバイバルではない。私鉄における、リバイバル列車としては、名古屋鉄道で2001年7月から9月にかけて、八王子線の廃線に合わせ、かつて、犬山線から八王子線に直通運転を行っていた、ソミズコ号のリバイバル運転や、 京成電鉄で2007年1月28日に3200系のリバイバル塗装編成を用いて、かつて同形式で運転されていた特急、海運号のリバイバル運転を行ったことなどが挙げられる。湘南色に塗り戻された新前橋百165系による、さよなら列車東部パス線系の昭和30年代通勤車、標準色リバイバル塗装と色変更の行われている。 車両に、かつてまとっていた塗色へ意図的に戻して運転するケースも、かつての姿を再現するという意味において、講義のリバイバルトレインということができる。リバイバルカラー、復刻塗装などとも呼ばれる。リバイバル塗色を施した編成は、リバイバル列車あるいは記念の臨時列車として運転される他に、平時には定期列車として運用に入ることもある。また、 鉄道事業者によっては、当時の車両が廃車されて在籍していないことから、当該塗装をまとったことのない車両に復刻塗装を行うケースや、当該交通機関が廃止されて現存しない場合は、大体の交通機関で復刻塗装を実施することもある。塗装は、昭和30から50年代に使用されていたものが、復刻されることが多い。地方施鉄の多くは国鉄、JR や、 大手私鉄で使用されていた車両を譲り受けしている路線が少なくないが、そのような路線では一旦自社独自のカラーリングに、図書くした車両を購入元の図書くに塗り戻して、旅客誘致を狙っている。特殊な例として、天城鉄道では、すべての車両が自社発注であるにもかかわらず、一部の車両に国鉄色を施している。ありがとうございます。